はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、楓さんちへようこそ。お元気でしょうか。もう夏のイメージがつくような季節ですね。まあそうは言っても梅雨が入ってませんけど、梅雨が明けたらまあ7月8月ぐらいなんで、まあ夏のイメージをする曲とか、まあ、夏になったらこのグループ出てくるよねっていうのはあると思うんですけど、います？そういう人。私の中では、まあ、40代50代ぐらいは夏といえばチューブだったり、まあ、中にはサザンオールスターズっていうねイメージがあるかな。冬になればね、山下達郎さんだったり広瀬香美さんだったり、稲垣潤一郎さんでしたっけ、ちょっとね下の名前を間違えてたら申し訳ないんですけど、クリスマスの頃にはを歌っている方ですよね確か。あの方も声が高い方で、男性が歌うとちょっとねきついのかなと思うんですけど、まあ話はそれちゃったけど、チューブですね。チューブ今何やってんですかね。なんか夏を追っかけてるとか言ってますけど、今ね夏を追っかけられないですよね。まあいや一応ね、その海外に行けると思うんですよ。まあ解禁っていうかね、まあ、ちゃんと注射っていうかワクチンを受けて、でそれの許可証みたいな感じのものをね打ちましたよっていうような、その証明書もそうだし許可証みたいなねやつも持って、まあ動き回れると思うんだけど、なかなかねそんな頻繁にこう世界中に、ね、行けるかっていうとなかなか行けないっすよね。あと曲ね、やっぱチューブの歌すかね、全部具体的にどういうものかっていうと忘れてる。そういえばこういう曲あったよなと思うんだけど、その曲の名前が思い出せなかったりだとか、やっぱ歌番組っていうかそういうのもその過去のねこういう何十年っていうかな、90年代、こういう歌が流行りましたよとか、あと夏といえばこういう曲ですっていうのね、そういう2時間3時間ぐらいの歌番組であったと思うんですけど、そういうのは今ねこのご時世そういうのができなかったりとかしてて、まあもちろん過去動画をねこういろいろと組み合わせてやってるっていうのも できるっちゃできるんだけど、やっぱりその手間というかその歌手の方のコメントをもらわなきゃいけないとかいろいろと手間がかかるんで、ちょっとまあ二の足を踏んでるとかやれなかったりとかしてるみたいですね。まあやれるっちゃやれるんだろうけどね。どうなんだろう、みんなあとサザンオールスターズですよね。やっぱちょっと下ネタっぽい歌があったりもするけども、逆にそのしっとりとした大人な曲もあったりとかしてて、そのギャップが、ね、あるんで、それにやられちゃう人もいたりとか、とりこになってしまう人もまあ中にはいらっしゃるんじゃないかなとは思うんですけど、皆さんどうでしょうか、ね、もしよろしければご意見いただけたらと思います。それでは皆さんさようなら。